菊池勝人と佐々木千秋の言霊アラカルト。いや、もうすぐクリスマスですね。そうですね。ね、うん、年末だけど皆さんどんなふうにお過ごしなんでしょうね。はい、そうですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。僕は昔、はい、海外行ってる時にね、はい、クリスマスって驚いたんだけど、はい、クリスマス24日からさ、はい、休みなんだよね、ずっとね。あ、海外行くか、うん、で、新年までだから日本みたいに新年の三が日は作んない、その代わり1日だけ休み。そうなんですね。多分今日本でもね、外資系の会社の方は、はい、外国人の上の人がみんなクリスマス休暇でバーッと帰っちゃうと思うんだよね、はい、日本人やらないね、そういうことね。そうですね。お盆はあるけどさ、クリスマスやらないじゃない、ね、1日2日でしょ、はい、仕事を休まないよね、基本的にね。外国人の人はまずほとんどいなくなりますよね、日本のクリスマスはね。なんて羨ましい。そうなんですね。あ、すみません、余計なことでしたね。いや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 、はいはい、こう外国のクリスマスお正月事情をお伺いできます、はい、ありがとうございます。はい、皆さんこんにちは。佐々木千秋です。私はですね、クリスマスの思い出っていう思い出はないんですけれども、うん、まあ、クリスマスって言ったらやっぱりこうごちそうがたくさん食べられるということで、まあ、ケーキやらチキンやら、私も小さい頃はお寿司が出てくるのが結構、もうこの3セットが出てくるのがとても楽しみでしてね。で、あと炭酸飲料でシャンメリーっていう、あの本当にアルコールが入っていないワインみたいな子供用の、はい、お酒みたいなのがあるんですけど、これを飲むのがクリスマスすごい楽しみでしたね。はい、今年のクリスマスも皆さんぜひ楽しんでください。さて、この番組言霊アラカルトは筆跡心理コンサルタントの菊池勝人さんとセリフを話すという職業についております、私女優佐々木千秋が言葉の大切さや魅力、文字を書くことから見えてくるものなど言霊としてラジオを聴きいただいている皆さんにお伝えしていく番組です。まずはメインパーソナリティ菊池勝人さんの略歴をご紹介させていただきます。菊池さんは1953年東京生まれで、大学卒業後大手ゼネコンに入社、国内をはじめ国際事業部の一員として活躍され、そして今から15年ほど前から書かれた文字からその人物を診断できる世界に興味を持ち始め研究、現在は筆跡心理コンサルタントとして法人様のコンサルティング、講演、セミナーなど幅広く筆跡や言葉につながる様々な活動を行っていらっしゃいます。はい、この番組を聞きの方がね、はい、毎回毎回聞きながらね、はい、そうか、字ってこういうとこ見んだって思うとさ、例えばセミナーとか行った時にさ、講師がホワイトボードに書いてる字見たりして、あー、この人こういうとこあんだなとかってのは結構面白いと思うんだよね。まあ、そんなことにでもね、はい、お役に立てるとありがたいなと思います。はい、はい、皆さんもぜひチェックしてください。そしてですね、この言霊アラカルトで番組アシスタントを務めさせていただいております、私佐々木千秋は普段女優やタレント活動をしておりまして、ドラマや映画、CM などに出演させていただいております。詳しい情報はですね、公式のブログやツイッターなどぜひ一度チェックしていただけたら嬉しいです。こんな2人で楽しく分かりやすく皆さんに言葉の魅力を言霊としてお伝えできるよう頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは最初のコーナーはプレイバック流行語。このコーナーはメインパーソナリティの菊池勝人さんと私佐々木千秋の3世代のジェネレーションギャップをこの埋めるべくですね、とある年の流行語や世相をご紹介していきながら、ラジオをお聞きの皆様にも昔を懐かしんでいただけたらなというコーナーとなっております。さて、今回はですね、私が生まれました1984年から12年後、1996年平成8年についてリサーチしてまいりました。それではこの1996年、どんな年であったかと簡単にご紹介させていただきたいと思います。はい、まずは、はい、アトランタオリンピックが開催されましたね。ああ、そうだな。で、日本は金メダルが3つ、銀メダルが6つ、そして銅メダルが、まあ、5つですね。はい、有名な選手ですと野村、柔道の野村選手とか、はいはい、大騒ぎだったね。はい、田村選手、ね、柔道の、ね、田村選手とか、あとマラソンの有森裕子さん。あ、この時か、そうか、そうか、はい、うん、すごかったね、やっぱり話題になってね。そしてあとは、まあ、病原性 大腸菌 O157、 もうこれはね、あの食中毒全国各地で発生しました。本当にニュースをにぎわしましたよね。はい、あとはですね、東京ビッグサイト、東京国際展示場が開場したのもこの年で、はい、あとは新宿駅の南口にある高島屋タイムズスクエア、これが開業したのもこの年だそうです。は
い、あとは東京オペラシティが完成しました、はい、あとヤフージャパンがサービスを開始したのも、うん、そうなの、はい、この年なんですね、もっとなんか前なイメージだったんですけど、うんうんうん、そうなんですね。あとは海の日が施行されました。そして東京臨海高速鉄道臨海線新木場から東京テレポート駅の開業をしましたということです。なんかこれ今みんな当たり前のものだけど当時はすごいニュースだったね。そうですね。あ、そうか、そうなんだという感じですよね。それでは菊池さんにですねお伺いしたいと思います、うん、菊池さん、この年1996年どういったことを思い出されますか？僕はねこの時40代全般でさ、はい、まあ、銀行でバリバリ不動産の関係の仕事をしてる時でしたね。いろいろ、うん、営業やったり売買の仲介やったりやってましたね。うん、じゃあもう本当にお仕事。そう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 、この時はもう立派なサラリーマンですね。うん、やってました。情熱をね、はい、そうです、本当にやってました。はい、真剣に。そんな年だったんですね。はい、まあ、私は小学校6年生だったんですが、はい、いいね。はい、女優になりたいともう、うんうん、周りに公言したのがちょうどこの年でした。なるほど、はい、続いてですね、そんなこの1996年の新語・流行語についてその一部を簡単にご紹介させていただきたいと思います、うん、はいはい、まずはメイクドラマ。プロ野球読売ジャイアンツの当時監督だった長嶋茂雄さんが考案した造語で、ペナントレースにおいて今は低迷しているが巨人軍が大逆転で優勝するという意味合いで前年の1995年に使われるようになりまして、その年は3位に終わりましたが、翌1996年には首位広島東洋カープに最大 11.5 ゲーム差をつけられ、最下位の状態から見事に大逆転を演じ優勝、メイクドラマを成し遂げましたということで、メイクドラマです。はい、で次に援助交際、うん、はい、ブランド品や遊ぶお金欲しさに行う売春です。当時流行していた携帯電話、ガラケーなどの出会い系サイトなどを使って募集するのが特徴で、主にですね中学や高校生など18歳未満が行う売春のことを指しています。風俗街であったり反社会的な関係での売春行為ではなくて、ごくごく普通の女子学生が行っているとの報告が衝撃を与えました。もちろん現在でもスマートフォンを使って SNS サイトやSNS やサイトを通じて行われており、社会問題となっております、はい、そしてファッションではルーズソックス、はい、足の部分がこうダブダブに緩く作られた白い厚手のハイソックスなんですが、たるみを持たせたまま履きます。で伸ばさず履くためにだらしなく見えることから、だらしないとかズボラの意味があるルーズなソックスから付けられた名前ということで、ルーズソックスです。で制服と相性がすごく良くてですね、女子高生の間で大流行しまして、その後定番化していきました。はい、ね、いろんな、ね、今でも見るルーズソックスって？今はあまり見ないですね。なんか裏にノリ貼ってさ、はい、落ちないようにしたりさなんかやってたよな、はい、高校生の時にまさにルーズソックスを履いておりましたので。 あなたやってたんだ、はい、そうかそうなんですよ。いや冬はいいかなと思うけど、暖かいんですよすごく。そうだよね、はい、ちょうど、結構伸ばして履いてたりもしましたね。だから夏はなかったのか。あれは夏も一応履くんですけど、薄手のルーズソックスっていうのがまたありましてはい、入っておりましたね。全然わかりませんが、はい、その頃は流行の最先端ということで、私も憧れたソックスでございます、はい、いかがだったでしょうか。皆さんの記憶はあの頃までプレイバックできましたでしょうか。以上プレイバック流行語のコーナーでした。改めまして、現在放送中の言霊アラカルト、担当は菊池勝人と佐々木千明です。さて今回のゲストは経営コンサルタントの熊倉博明さんにお越しいただきました。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。はい、もうね、とても私も初めてお会いさせていただきまして、とても嬉しいなと思うんですが、早速なんですが、まずは熊倉博明さんについてお預かりしたプロフィールをもとに簡単にご紹介をさせていただきたいと思います。熊倉博明さんは栃木県宇都宮市のお出身で、静岡大学を中退され飲食業で独立を志し上京、早い結婚を挟み飲食店で数年修行したものの、金銭的な理由から独立を断念、自分で稼ぐ力をつけるために個人事業主としてさまざまな中小企業と組み代理店営業を経験、その後高校の親友が創業されましたウェブコンサルティング事業を行うファントレ株式会社に事業拡大により3年前に参画、
3年前は5名ほどの会社が現在63名の会社へと成長し、東京の恵比寿に美容室マホロバ、はい、で江戸川区に2園、輝きベビー保育園を経営していらっしゃいます。現在はファントレ株式会社の取締役としてウェブコンサルティングだけにとどまらず事業を手広く拡大し、将来の上場に向け頑張っていらっしゃいます。はい、そんなですね、精力的にお仕事を展開されていらっしゃる、今ご紹介させていただきました通り、たくさんの同僚や部下をお持ちの熊倉さんですが、はい、今回筆跡心理分析をもとに、まさにこの深層心理的なものまでですね、明らかにされてしまいますが、はい、お仕事の面の影響とか大丈夫ですか？そうですね、せっかくいただいた機会なので、はい、仕事に生かしていきたいなと思ってるんですけど、ちょっと自分が気づいてなかったことまで暴かれてしまいそうで、ちょっとドキドキしてます。いやいやいや、はい、なおですね、熊倉さんには放送直前にある一文を書いていただいております。ちなみにこの模様はラジオはもちろんのこと、 YouTube で大文字アルファベットで言霊、カタカナでアラカルトで検索していただけましたら、放送後約1週間程度でアップしていただきますので、うん、ぜひ動画の方でもチェックしていただければと思います。ではお待たせいたしました、菊池さん、分析結果をお話しください。はい、はい、じゃあ、はい、まずですね、これまあはがきの記者に書いていただいたやつを、はい、まあ見てるんですけれども、はい、今日はですね文字を書いていただきましたね。そうですね、はい、で書いていただいたのは、はい、美しい未来の幸福な様子というものを書いていただきました。はい、でこれから何が分かるのかってことを今からちょっと一個一個お話をしていきますんで、はい、よろしいでしょうか。お願いします。基本的にですね、熊倉さんは大きな字を書いてますよね、これ、はい、この半期いっぱいの大きな字を書いてる。そうですね、これは誰でもそうなんですが、大きな字を書いてる人で行動的でない人ってやっぱりいないんですよ、基本的に。だからまずは行動しようね、はい、考えの後いいよ、まずは行動しなきゃ分かんないよっていう考え方の人だってことはもうすぐ分かりますね。これは大きい小さいだからすぐ分かるよね。細いこと見なくていいんですよね。これはまず一つ目分かってもね。あと幸福の福の字の田んぼの字があるんですが、はい、右側がこれ丸く書いてるんですよ。本当は角でキッとこうなるんだけども、ふっと丸くしてるんですよね、字の特徴が。でこれ聞いてる方もそういう字を書いてる方いると思うんですが、行動する姿勢というか行動の仕方がとても柔軟です。だからあれもありこれもあり、まあいいんじゃないか、別にやってみようぜみたいな感覚。さっきの行動力と一緒に相まって結構ガチャ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 動きます。であれもありこれもありいいんじゃないか、やってみようぜ、でダメならやめりゃいいんだよみたいなことでガチャ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 動くっていうのは非常に行動的なんですよ。したがってそれだけ見てると本当に発想も自由奔放でやるのかなと思うと、実はそれちょっと違っていて、幸福の福の田の字なんですが、左側の上の部分ね、向かって左側の上の部分が閉じてるんだよね、はい、これだけ字を並べて書いてる時に幸福の福の上の字を閉じなくても、田んぼの上の字を閉じなくても、まあ、幸福って読めるよね、うん、だけどこれきちっと閉じてるんですよ。これはもともと教わった、まあ、感じなんだけども、この部分ってその人の発想が現れると言われてるんですよ、はい、どういうことかというと、過去を見て正しかったもの、今残ってるもの、ルール、みんながやってること、これをまず知ろうよと、そっから始まるだろうっていう軸足がそっち側にあるんですよね、はい、でも行動はこうやって動いてるから見えるのは行動の方だからね、はい、だから発想も未来思考の柔軟な発想でものを考えて、あれまでこれまでっていうのかなと思うと、いやいやそうでもないですよと、うん、結構硬いところなんですよ。そうなんですね。硬いところ。でもそれは他の人には分からない。分かんないよね。分かんない。表に見えないもん。表に見えるところは柔軟に自由奔放に動いてる姿が見えるから、うん、多分そういう発想だろうなと思うんだけども、はい、いやいや議論していくと結構これってこうだろうとか、こういうあるべきだろうとか、みんなこうやってるじゃないかとかってことを結構重きを置いて話したりすることがあると思います。はい、いかがでしょうか。ちょっと思ってみなかったそうですね。あとは幸福の幸の字の横の字とかですね、はい、未来の実っていう字の2本目の横線ですね、うん、これは結構長めなんですよ、全体のバランスから見ると、はい、幸福の幸っていうのは特にそうなんだけど、バッと左側からこう書いてるよね、はい、長くで、これを長く書く人というのは
自分の専門的なものとか高いスキルとかっていうものに対して非常に興味を持ってます。だから逆にそれが見分けるんだったらはっきり言えば何でもやりますよみたいな感覚があるんですよ、はい、だから例えば熊倉さんの最高の褒め言葉、はい、褒め言葉は熊倉さんこんなこと誰も言ってないけどなんであなたこの時点で分かったんですかとか、嬉しいですね嬉しいでしょ、はい、そう言われると、はい、でこれはその人の専門性の高さを称賛する話なんですよところがね逆に様の字の木偏のちょっと木偏の木の字の横線から上の部分見てもらうと結構低いんですよ、はい、熊倉さんは、はい、この部分って組織の中で無理して上に立とうと思ってない人なんですよ、はい、ね、はい、それよりもむしろみんなでやろうよって感覚だから、ね、だから熊倉さんのこと何か称賛しようと思う場合はさっき言ったみたいにその高い専門性とか先見性とか、うん、スキル高いスキルとかそっちに触れた方が良くて、はい、組織で部下何人いるんですかすごいじゃないですかって言っても熊倉さんにしてみるとあ、まあそれ組織の問題なんでぐらいの感覚であんまり響かないんだよね響かないでしょ、はい、それ言われてもなみたいな、はい、まあまあそうですねみたいな感じで、まあ、褒められてるならいいかぐらいの感じで全然心に響かないんですよ。 そうですね、そんなことよりもじゃあ今の場合で言えば組織のこと言えばみんなと一緒にやってんですね、現場いちいち降りてって自分で見てんですね、でみんなと一緒にやってんですねって言われた方が熊倉さんよっぽど褒められてると感じる、うん、いやその通りですね、現場の意見聞いてますねとかね、はい、当然熊倉さんが言ってくるのは現場で見ないと分かんないしこれって現地見て行動しなきゃダメですよねって思ってるわけですよ、うん、でそれが相手が分かるとすごくやっぱりこう心を開きたくなるっていうかね、はい、あこの人分かってくれてるなみたいな感覚を勝手に持ちますってありますよね。ありますね、はい、あとね様の字の木偏を見てほしいんですが、はい、横線書いて2画目縦書いて3つ目が横線あの下に流す字を書いて流す字を書いて4つ目が、まあ、ピッとこう縦線をちょっと切ってるんですよ。この字はね、はい、縦線を切って要は2画目の縦線をちょっと切ってるんですよ、はい、でこれを切る方というのは白黒をはっきりさせたいところがあるので相手がグレーのことを言ってきた時に熊倉さんはすぐに、うん、分かったけどさでお前どっちなんだよってすぐに聞きたくなる言ってみろよ自分の考えを、はいはい、どっちだよといいか悪いかなんて関係ないよっていうふうに、はい問い詰めちゃうところなんですよ、はい、でも相手にしてみるとだってこの時点じゃまだ5割だし分かんないですよねって思ってるんだけど熊倉さんにしてみると自分の中で5割分かってるお前決められたらぐらいの感覚があるからついついそれ言っちゃうと相手にしてみると結構せっかちだなっていう見方をされることもあります。だからそれをもしも分かってれば自分が分かってれば相手に対して言っとけばいいんですよ。俺ってどっちかってやっぱりすぐ決めたがるし白黒はっきりさせたいとこあるんで、まあ、できればその状態で持ってきてよみたいなねこともあるし、はい、あるいは下の人がグレーでも平気な人がいる場合あるじゃない、はい、どうするかっていうとその人話をするんですよ。俺はこの時点で決めてもいいと思うけどいや確かに君が言ってるように5割は分かんないもんな、だったらさどういう状況になったらこれで行こうって決めるって話をするわけだよ。とその人はそうですねこの方向で8割ぐらい、いやいや8割ってお前素人も分かっちゃうじゃないかよ、せめて6割とかでやろうよどうだ、この現象が出てきたらさこれで行こうって決めたらどう思うって言ったら、まあそうですねそうしましょうか、これで双方の意思の疎通が取れてるわけだよ。そうすると熊倉さんはイライラしなくていいのそうなんですね、そうでしょ、そうです、ね、双方で意見調整して、はい、じゃあこれで行こう、相手も一つの基準を教えてもらってるからじゃあこれで行きましょうということがあって、はい、これはなぜできるかというと自分は白黒を結構つけたがってるなってことを知ってるからできる方法なんですよ。自分がそれ知らないと、はい、お前なんでその決められないんだよとか言っちゃうんだよ。言っちゃいますね。言っちゃうんですか。言っちゃうんです。言っちゃうんだよ。でもそれは押し付けだよね自分のやってることの。そうですね。はい、その人はもっと安全対策とか、もっと前に考えることがあるじゃないかとかってことを、あるいはリスク回避をしようとか、何かを考えてるからそういうことを言ってるのかもしれないし、うん、だったらそれを意見調整するってことは決して無駄じゃないよね。はい、分かったと。ではさっき言ったみたいにじゃあこれがこうだこういう現象が出てきたらどうだやってみないか、そうですねそうしましょうって言ったらさ、うん、もう終わりじゃん、はい、この話はね、自分のことを知ってるとできるよね。そうですね、知らないとできないでしょ、うん、いやですねついつい結論を急いじゃうんですね。そうでしょそうなんですよ、でそういう人が結構多くて、だから一緒にやってる人がそういう感覚を持ってる人だと早いんです話がポンポンポン行くんですよ。あそうです、ね、こいつできるとか言うんだけどできるんじゃないんだって似てるだけなんだよまあすいません、ね、余計なことだけどさ、でもそういうことってみんなやっぱり思っちゃうとか、うんうん、己を知ることによってその罠にはハマりずある、ね、気をつけます
はい、だいぶそんなことわかるんですけど、はい、ありがとうございます。はい、熊倉さん、菊池さんの分析結果聞かれて、はい、いかがでしたか？そうですね、すごい溜めちゃいましたけど、その通りだっていうところが多くて本当ですか？はい、結構ドキッとしましたね、確信をつかれた感じがします確かに、あの、言っちゃいますねっておっしゃってましたもんね結構恥ずかしいですただ、いい悪いじゃないからね、あ、そうですね、うん、これは特性なので、はい、これをどう生かすかが大事なんだよって、はい、それいい悪いは全然関係ないから、そこはお願いしますね、はい、対応しないようにね。いや、もう本当にね、なかなかこう見ただけ、一度お話しただけではわからないことっていうのありますよね、うん、だけどこうね、文字から見えてくるものというのってすごく面白いなっていうふうに、ね、はい、私今日初対面ですが、なんかもう、あの、半分くらいはちょっと熊倉さんってこういう人なのかなっていうちょっと想像がすいませんできちゃった感じで、はい、じっくりとね聞かせていただいていたんですけれども、はい、あの、今後、まあ、こういった分析結果を聞かれて、はい、まあ、あの、すごく当てはまるところがありましたというお話だったんですが、まあ、あの、今後、はい、まあ、これを機にみたいな、何かこうやっていきたいこととかございますか？なんかすごく、はい、なんていうか、相手のことがよくわかる、まあ、自分のことがよくわかるのでそれこそやっぱりうちの会社のスタッフみんなにこうやってもらってお互いこう分からなかったことをこうお互い知る機会にしたいなと思いますね。はい、そうですね、はい、はい、で、この分析につきましてはですね、まあ、菊池さん先ほどもよくおっしゃっていらっしゃるんですけれども、まあ、こうあくまで参考にするものであって断言するものではないことだけご注意ください、はいはい、さて、それではですね、このあたりで今回のゲスト、経営コンサルタントの熊倉博明さんから告知などございましたらお願いいたします。はい、はい、弊社はですね、はい、ウェブのコンサルティングを中心にやっていまして、はい、はい、まあ、今もうこれからクリスマスが近づいてきて、多分皆さん結構写真とかたくさん撮られるんじゃないかなと、まあ、年末年始ね、クリスマス、はい、はい、で、結構最近はあのウェブの世界ですとインスタグラムがすごく注目されてるので、はい、まあ、うちもですね、あの、月に 1,2 回インスタグラムのセミナーをやっています、はい、どういう写真がいいのかとかですね、うん、はい、フォロワーさん増やすのかみたいなことをやってますので、はい、はい、検索でファントレインスタって検索していただくと、はい、はい、セミナーの案内が出てきますので、ぜひですね、ご興味ある方ちょっと検索してみていただければと思います。面白いですね、うん、面白いですね、インスタってなかなかね難しいですよね、うん、フォロワーさん増えたらやっぱり皆さん ね、やりがいありますよ、写真撮りがいがね、インスタ映えでしょ、そうです、そうです、ね、インスタ映えですよ、インスタ映えだね、ぜひ皆さんファントレインスタで検索してみてください、うんうん、よろしくお願いします、はい、それでは皆さんいかがだったでしょうか。今回のゲストは経営コンサルタントでファントレ株式会社の取締役熊倉博明さんでした。熊倉さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、なんともうエンディングのお時間になってまいりました。言霊アラガルト、いかがだったでしょうか。この番組は毎月第2第4土曜日お昼14時30分からお送りしておりますので、ぜひ次回放送も同じ時間お耳にかかりたいと思います。菊池さん、今回はいかがでしたでしょうか。はい、あの、いろんな方のね、はい、筆跡の分析とかさ、あるいは言葉の奥にある意味とかさ、はい、こういうのもこうやってお話してるんだけども、はい、あの、これって僕が何もスピリチュアルの世界知ってるわけじゃなくて、うん、これスキルなんですよね。そうですね、だから誰でもできることで、はい、不思議な世界でも何でもないんです、うん、あの、やっぱり昔これを調べた方がいらして、はい、それを分析した結果を僕はそのまま引き継いでるってことで、言葉についてもやはり同じように、日本では言霊って言葉があったけど、はい、これはあのカナダの心理学者がまとめたもので、実践心理学としてこういう言葉を使う時ってこうだよねみたいなことをまとめてくれたのがあるんですよ、はい、そういったものを使ってますので、はい、あの、決してスピリチュアルという世界に入ってるものではないので、はい、スキルということは誰でもできるってことなんです。私はこんな言ってますけども、誰でもできることなんです、はい、だからもしもそんなものに関心がある方いらしたらですね、はい、あの、私の会社の株式会社オーライアンの方に連絡をいただければですね、はい、あの、ちゃんとお話ししますんで、はい、はい、あの、本当に訓練すれば誰でもできます本当にスキルというところで、スキルです、はい、スキルは結局はスキルで す、 そういうことなんですね、道具です、はい、できますから、はい、はい、ありがとうございます。今回ですね、あの、熊倉さん、うん、ファントレ株式会社の熊倉さん、いらっしゃってくださいましたけど、うんうん、あの、インスタセミナー面白そうですね、面白そうですよね、あれみんな関心あるんじゃないの。
いや結構気になりますよね、やっぱり。だってインスタ映えする写真とか場所とかみんな探して歩いてるの。そうですよ、いろんなの。そうですよ、何かのたんびにさ、はい、こうみんなに見てもらいたいから、そうそうそう、いろんな場所を探してるのであって、うん、どういうふうに撮ったらとか、どういうふうに投稿したらとか、そんな撮り方とかな、うん、教えてくれたらいいですよ。面白いな。はい、すごく思いましたね。でも実際にあの熊倉さん筆跡診断の最中、あ、はい、すごく聞いていただいてましたね。そうでしたね。すごく面白くて、本当に誠実な方というか、はい、頑張っていらっしゃる方なんだなというふうな印象を受けました。はい、ぜひまたねお越しいただけたら嬉しいです。そうですね、はい、ありがとうございます。ではこの番組へのご意見ご質問感想などお便りも お送りいただきますようお願いいたします。送り先が各番組とも先月から変わっておりますのでお伝えしますね。メールアドレス info@plus-vox.com info@plus-vox.com 言霊アラカルトまでお待ちしております。それでは言霊アラカルト、またお耳にかかりましょう。皆様のお相手は菊池勝人と佐々木千秋でした。ありがとうございました。